柴垣さん、はい、あのこちらにちょっと面白いものを作ってるんですけど、はい、まさか、おー、出ました。これはあのぼかし肥料ですね。はい、そうです。ですよね。はい、トバイさんぼかし作ってるんですね。そうですね、はい。ちょっと触ってみていいですか。はい、あ、これ結構積んでからまだ、これ作って3日目ですかね。あ、3日目。あ、はい、ちゃんと温度上がってますね。そうですね、はい。あ、いいですね。好気性の。そうです、好気性です。ちなみにこれ何入ってるんですか。こちらは菌床ですね。菌床と油かすと柿殻と魚粉、米ぬかとか。あ、そうですね、あと米ぬかです、すみません、はい、になりますね。うち、あの、確かに農薬は使ってるんですけど、うん、あの、なんていうんですかね、殺虫目当ての農薬ですね、うんうん、あの上にいる蝶々を殺したり、虫さんを殺したりっていうのは使ってるんですけど、あの土の中に入れるのはなるべく使わないようにしてて、で、あのぼかし肥料とか堆肥とか、いい微生物が入ってるものを入れて土はいい状態にしたいっていうのがうちの農業のやり方で、そういう感じでやっていますね。2種類作ってまして、はい、でこちらはあのリンが多めの、あのこれからトマトとかキュウリとかナスとかの追肥用にちょっとリンを多めに作ったぼかし肥料になって、もう一つ、あの窒素多めのネギとかの元ひね入れる用の、あのぼかし肥料も作ってますね。あ、2種類作ってるんですね。2種類作ってますね。そちらもあるんで見てみますか。あ、ぜひぜひ。はい、こちらの肥料は10日目ぐらいですかね。あちらが3日目で。そうですね、なんでちょっと油が触ると抜けてると思いますね。じゃあ常にこう在庫がある状況にしておくと。しときます、はい。もう月に何回ぐらいこう仕込むんですか。だいたいこれで1回に150キロぐらいなんですけど。150キロを2回、月に2回ぐらい2回仕込んで、はい。こっちが、何でしたっけ、窒素バージョンです。窒素バージョン、はい、窒素がちょっと多めのバージョンですね。ちょっとじゃあ油かすを多めに入れたいですか。そうです、そうです、さすがですね。いやいやいや、こう、まあ、ぼかし肥ってこういろいろ売ってますけど、はい、作るの大変じゃないですか。作るの大変なんですけど、なんか作ってる達成感が。達成感、はい。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録はこちら。似合ってんねん。